僕は日々落ち込むんですよ、うん、はい。でこの動画を撮っている時に、うん、そういう時はその3回なぜなぜなぜを繰り返したらどうですか、やってなかったと、うん、なんで僕は悩むんだろうってなぜなぜなぜをやってみたんですね、うん、で、まあ、このなぜなぜなぜの基本かどうかはわからないんですけど、同時に僕はコンサルタントが1年目に学ぶ本っていうのを読んでいて、3段階で考えるときに雨傘論法っていうのがあるらしいんですよ。空が黒い、湿った匂いがする、1番、2番、雨が降りそうだ、3番、だからアクションとして傘を持っていきましょうっていうのが雨傘論法です、うん、でそのコンサルタントとかで、はい、まあ、その1年目に学ぶことっていうので学んだんですけど、うん、よくやりがちなのがその空が黒いみたいな事象ばっかり集めてくる、うん、だから何っていう話とか、うんうん、だからといってこれをしましょうこれをしましょうこれをしましょう、うん、っていうのもなんで、うん、っていうのになると、うん、なのでこの雨傘論法っていうのが考えやすいよと、うん、事象があって、うん、推測、うん、だからこうなるよね、うん、みたいなのがあって傘を持っていきましょう、うん、じゃあ僕の悩みもこの雨傘論法でどんなアクションをすればいいんだろうって考えたんですよ、うんうん、まず僕はなんか生きづらいって感じているとしようとしたんですよ、うん、まあ確かに私は生きやすいとは思ってない、うん、楽しいねって、うん、そんなに思ってるわけではないので、うん、生きづらいっていう悩みを持ってる、うん、なんでって考えたんですよ、うん、でパッて思いついたのがなぜなら頭が悪いからだ、うん、僕は頭が悪いんですよ、うん、短絡的なんですよ、うん、パッて思いついたことに反応しやすいところがありますし、うん、あの最近よくあの令和版タイガーファンディングを見てるんですけど、はいはいはい、令和の虎、うん、やっぱりこの虎に気に入られるのは、うん、論理的に話し、うん、筋が通っていて、うん、信念があること、うん、なんですけど、うん、論理がバラバラで、うん、感情的で、うん、いやみたいな、うん、言い返す子は、うん、まあなんか叩かれるんですね、うん、で本当に泣いちゃう子とかもいるんですよ、うん、まあその僕が見てるのは受験生版なんで、はい、あの若い子たちが出て20歳ぐらいの子が出てるの、うんうんうん、っていうのを見てると僕もああなるだろうなと思うんですよ多分49の僕が今出ても、うん、あれは泣くなって思うんですね、うんうん、でいや あって出るじゃないですか、うん、でなんでそんな言い方しますとか僕多分言うと思うんですね、うんうん、感情的にはいはい、はい、で、あで僕は多分こういうところを頭が悪いと思ってるんですよ、うん、で、あ僕は生きづらい理由は頭が悪い、うん、っていうのがまず一番初めになって、うん、なぜって考えたんですね、うん、でなぜを考えると、うん、頭が悪いと、まあ、仕事できるねって僕言われたことないよねって、うん、仕事ができないだからお金が稼げないんですよ、うん、確かに僕は今あの YouTube とかで、はい、結婚相談所の人がやっている動画とかも見るんですね、うんうん、そうすると女の子が、うん、私はこの人がタイプですって、はい、いうところに、うん、今の僕は一切引っかからないんです、うん、もう年収がいくらから始まるんです大体今って、うんうん、年収がいくらの時点で、うん、あ俺引っかからないってなるんですね、うんうん、でなりこれから子供の、うん、まあ、今中3、うん、小6の子供を持っており、うん、受験をしようとしていると、うんうん、これは大変だと、うん、いうところでそういう将来的な不安ってめっちゃあるやん、うん、っていう事象があって、うん、そういう憶測があり、うん、最後アクション、はい、じゃあなぜこれを生きづらいを解消するために何ができるか、うん、アクション結局働けになるんですよね、うん、つべこべ言うなと、うん、これって合ってますかね。悩みを解決するのに、うん、皆さんもぜひなぜなぜ論法やるといいよと答えがわかるよって思った時にこれ生きづらいをこの突き詰めていくと生きづらいを
解消する方法は、アクションは働けになるなと思ったんですよ、うん、間違ってますかね。その頭が悪いと関係なくないですか、生きづらいとって今思いました。そうですかね、はい。頭が悪いのを解決するのは頭を良くすることじゃないですか。頭が良くなっ、あ今嫌が出ましたね今、虎に怒られる、うん、なるほど、うん、あでも、まあ、生きづらいと思ってる理由を、うん、頭が悪いにしたんですね、うん、で、まあ、頭を良くすることよりも頭が悪いから、うん、仕事ができないよね、まあ、結局は仕事ができるようになりたいっていうのがあるんですかね、うん、じゃあ解決先としては、うん、あだから働けになるんだ、うん、だ頭が悪いは関係ないんじゃないかな。頭が悪いって言っただけですね僕は、うん、で頭が悪いですよって、頭が悪いって思ってるってところですよ。あこれなんか生きづらいを、うん、三段論法でなぜなぜなぜをやって、うん、どんなアクションが効果的かをすると、うんうんうん、僕の中では働けになるなと思ったんですよ、うんうん、で働けになったと思って、うん、だとすると、うん、その例えばなんか沈黙は金とかね、はい、人は見た目が9割とかね、うん、いろんなその社会人に向けたアドバイスの本ってたくさん出てるじゃないですか、うんはいはい、それこそその求めてる、うん、なんかこれに対して悩んでる、うん、っていう事象に対して、うん、その答えの本って今絶対見つかると思うんですね、うん、そうするとなんか世界は答えにあふれているなと思ったんですよ、うん、そうするとあもうすべて答えは出てるじゃん、うん、となり、はい、めっちゃ幸せじゃんってなったんですね。そこがわからないです、はい、えそうですか、はい、もう電車の中であ俺天才と思ったんですよ。分からない、落ち込んでて、はい、なぜなぜをやってみようと思って、うん、あ働けに結局働けなんだなってなって、うん、もう働くしかないんだ、うん、じゃあこの働く弱点ってどうすりゃいいんだろう、うん、って考えた時に例えば僕の場合だと沈黙は金なんですよ、うん、黙っとけってバカがバレるぞって、うん、っていうところで、はい、多分その誰に対しても、うん、成長できるような本って巷には溢れていて、うん、それ答えですよね。はい、まあ分かるんですよね。人生イージーモードじゃんって急に思ったんですよ、うん、で楽しいと思って、うん、これね僕も本当にちょっとやってみたかったんですよ、うん、この僕どうしてもこのやると、うん、多分お題が立てれないんですね、うん、問いを立てる、うん、例えば僕が稼げない、うん、っていう問いを立てたはずなんですよ、うん、生きづらいもそうですよね、うん、生きづらいを立てるんですよ、うん、でなぜかって考えると、うん、頭が悪いになるんですよ、うん、で僕はそこで勉強しなきゃにはならないんですね。だから頭が悪いのは多分ずれてるからだと思うんですよ。今それ悪口ですか。僕の悪口じゃないです。じゃあいいです。頭が悪いからじゃないって話ですよっていうのはなんか遠回しで、うん、お前はバカだなって言ってます。違う違う、頭が悪い、そうじゃないだろうお前っていうことですか。頭が悪いわけじゃないでしょって話ですよ。で頭が悪いのは原因じゃないよねって話ですよ。頭が悪いって思ってるだけでコンプレックスを抱えてるだけで恥ずかしいはいはいっていう話です。で実際に頭が悪いかっていうと、まあ、そうでもないと思う、バカだからだと思考放棄に見える、うん、だってそれしか考えられなかったんだもん。生きづらいって思うのは僕がバカだと思ってるからだ。バカだしなって頭悪いんだよなってなるんですよ、うん、頭が悪いと生きづらいのかって話じゃないですか。頭いい人よりは生きづらいのかなって思うと、頭がいい人は言うんですよ。ギフテッドだから生きづらいって言うんですよ。そうなんですよ。だから生きづらいのと頭の良さは関係ないんじゃないですか。で僕たちはスーパーカーだからさって、うん、普通の道が走りにくいんだよねって言うんですよ、うん、はぁと思いません。うん、分かんない。誰が軽自動車だと、はい、価値として、うん、そしたら走りやすいわけじゃないですか。あなたの理屈で言えば軽自動車は走りやすいよねって、だけどみんな苦しんでるよって、頭がいいからさって言うんですよ。辻褄合ってないじゃないですかって言ったらいいんじゃないですか。その理屈は
スーパーカーだから走りやすい、走りにくいって言ってるんですよね、一般道はって、うん、言ってる。そしたら軽自動車は走りやすいってことですよねって、うん、でもそれって世間の人みんな行きづらいって言ってるじゃないですかって。ってことはあなたの理屈は通ってませんよって話じゃないですか。頭いいねごめんなさい、違う違うこれね、はい、頭いいねって思って僕今気持ちよくなるんですけど、はいはい、解決してないんですよ、はい、バカのまま僕はいるんですよ、うん、まあ関係ないと思うんですよ、頭がいいかどうかっていうのは。で僕も、うん、これはもう答えが出てて、うん、働けなんですよ、うん、分かった分かった、うん、分かった、うん、もうあのギフテッドだって言ってる人も、うん、僕の中でも分かった分かったなんですね、うんうん、働けなんですよ、うん、分かった働けって。そうそう、アバカサ論法になってないですよねって話ですよねえ、なってるじゃないですか、アクションですよ。アクションがかけ離れてるわけじゃないですか。雨が降りそうだから働けみたいな話じゃないですか、うん、雨を避けるために傘差すみたいな。え、バカ、働けって全部に通じる話じゃないですかっていう。そうだから結局働けになるんですよはい、それこう論法関係ないなって話じゃないですか。違う違う、多分ね、うん、全部今3段だとそうなんですけど、うん、全ての悩みの答えって、うん、働けになるんですよ。わかんないですけど、わかった、はい、働けってなるんですよ、うん、あで、この働けってじゃあ何って考えると、うん、どっかの社長が言ってたんですけど、うん、働くとは、うん、旗を楽にすることであると、うん、旗って周りね、うんうん、リタじゃないですか、はい、働くとは旗を楽にすることである、うん、いやーんってそこでまた僕は気持ちよくなるんですけど、はい、そうだねと。多分その気持ちよくなることを求めてるからですよね。え、究極の答えを求め、気持ちよくなりたい、楽になり、ね、うん、苦しくなくなる答えを探してたつもりです、うん、でそういうのに出会うと気持ちよくなるあとこれ、はい、僕は、うん、働けになったのは、うん、三段論法やってみて働けになったんですね、うんうん、なのでなんとなくこの、まあ、わざわざここでも言ってますし、うん、自分で考えたと思ったんですよ、うん、で、あ、全部これ誰がやっても働けになるじゃん、うん、結局頭がいいの解決になってないじゃないですか。あ、分かった、働けになると。そうそれ頭が悪いが関係なくなってるって話ですもんね。そこに頭が悪い思ってくると勉強しようとかなると思うんですよ。流れ的には雨が降りそうだから傘を差そうみたいな話じゃないですか。これだから思考のやつはめんどくさいよねはい、辻褄が合ってないと不満ですか、うん、辻褄を合わせたくなるはい、なるほど、うん。